はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はね、中学の実技教科の中のね、家庭の分野ですね、語呂合わせで5大栄養素の覚え方、ね、こちらをね、解説していきたいと思います。では早速ね、解説の方をやっていきたいと思います。はい、それではですね、語呂合わせを見ていく前にちょっと簡単に5大栄養素とはっていうのでね、この5つのね、栄養素を順番に見ていきたいと思います。まず1つ目ですね、このエネルギーになって糖質と食物繊維がある。これ何かというと、これは、炭水化物ですねになりますよ、ね。まあ、炭水化物、まあ、エネルギーっていうのは人間がね、活動したり体温をね、保ったりするためのエネルギーになりますよ、ね。で、あと糖質と食物繊維ね、まあ、食物繊維はね、吸収されることないんですけれども、腸ですね、腸の調子を整える働きをします。で、続いて2番目ね、エネルギーになる体の組織を作る、これはね、脂質になりますね。脂質、はい。で、続いて3番目ですね、体の組織を作る筋肉、臓器、血液などを作る元になる、さらにね、エネルギーになったりするということで、これはタンパク質ですね。タンパク質と、ね、まあ、タンパク質はね、まあ、この筋肉、臓器、血液のね、元になったり、またタンパク質を分解することでね、エネルギーになったりもします。で、続いて4番目、体の調子を整え、さらに体の組織を作る。で、具体的に体のね、組織とどういうところを作るのかっていうので、カルシウムやリンが骨や歯の元になったり、鉄が血液を作る元になったりするということで、この4番目はこれ無機質ですね。無機質、はい。で、最後5番目、これもね、体の調子を整える働きをして、まあ、具体例としてビタミン A、ビタミン C、ビタミン D などってあるので、まあ、これも分かると思うんですけど、ビタミンですね、になりますよと。まあ、ビタミン A が、ね、まあ、目の働きとかね、まあ、皮膚をね、良い状態に保ったり、ビタミン C が、まあ、傷の回復をね、助けたり、まあ、抵抗力をつけたりする働きで、ビタミン D がね、骨とかね、歯を強くする働きなどがありますと。で、この5つのですね、今見た炭水化物、脂質、タンパク質、無機質、ビタミンですね、を覚える語呂合わせ、こちらになります。ダンスしたムービー、ダンスしたムービー、ね、ダンスしているところを、まあ、スマホとかでね、撮影して、それをね、まあ、その撮った内容をスマホで見てるところをイメージしてもらうといいかなと思います。まあ、ダンスがこの炭水化物、ね、脂が脂質、タがタンパク質ね、で、無が無機質、ビがビタミンという感じでね、覚えてもらうといいかなと思います。はい、今回は以上になります。で、ですね、今後もこのね、実技教科ですね、家庭以外も、まあ、技術とか、なんだ、保険とかですね、音楽とか美術とかね、その辺の動画もね、作成したいと思いますので、まあ、リクエストなどありましたらね、下のコメント欄にお願いします。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。